はい、どうもカツキンです。今回はこちら昭和記念公園。それでは早速歩いていきましょう。紅葉の時期がやってきましたね。もうすでに撮影したよって方も多いんじゃないでしょうか。前回こちらの動画で紅葉かける〇〇っていうテーマで紅葉と一緒に撮りたい被写体を紹介していきましたけど、今回はどんな撮影になるでしょう。楽しみです。あれなんだろう。緑のもみじの上に赤いもみじが1枚乗っかってますね。ちょうどその部分に光が当たってるのでここから撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図で赤いもみじを撮ってみました。紅一点とはこのことですね。赤と緑の色の対比と光と影のコントラストがあることで主題の赤いもみじが引き立ちました。こういった感じに一つだけ色が違う被写体を探してみるのも面白いですよ。それではまたまた歩いていきましょう。紅葉はまだ見頃前なんですけど、木によってはかなり色づいてます。あの木なんか気球みたいですね。そうしたら他の木は入れないようにして背景に空だけを入れて浮かんでいきそうな感じに撮ってみます。今回は望遠 70-300mm と広角 17-28mm で撮っていきます。全体的に色づいてる感じじゃないんで広角レンズは出番少ないかも。お、ススキが生えてますね。奥に紅葉してる木があるので望遠レンズで一緒に撮ってみます。はい、こちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左下にススキ、背景ボケで紅葉を入れて撮ってみました。秋の植物のコラボレーションですね。ススキ単体、紅葉単体でもいいんですけど、それぞれを組み合わせることでより秋らしさを出せるのでおすすめです。ススキを見つけたら紅葉を探して一緒に撮ってみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。この時期は日が短いからなのか太陽が傾いてる時間が長いように感じます。うん、いい光。もうすぐ全部ちっちゃいそうですけど太陽に照らされて輝いてますね。素敵だけどなんか少し切ない感じに撮ってみます。あー、なんか食べてる。お団子屋さんだ。食欲の秋って言ったりしますけどお団子とか特に絵になりそうですよね。背景に紅葉を入れて望遠レンズで撮ってみます。さっきご飯食べたばっかなんでお団子は我慢しました。今回のメインとなる日本庭園に来ました。大きな池があるのがいいんですよね。あ、見てくださいよ、飛行機雲が水面に映ってる。そして太陽が眩しい。水面に反射してダブルで眩しい。水際に落ち葉がちらほらあります。そうしたら広角レンズで水面ギリギリの位置から撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、シンメトリー構図で紅葉と太陽と飛行機雲を撮ってみました。清々しい秋晴れですね。やっぱり天気のいい日は広角レンズで撮ったり池にリフレクションさせるとより広大に映せますね。ちょっといろんなものを写しすぎちゃいましたけど、これはこれで情報の詰まった写真も悪くないかなと思います。それではまたまた歩いていきましょう。いい色の紅葉だ。そしていい光が当たってるんですよ。この見頃前ならではの緑が残っててグラデーションになってる感じもいいんですよね。うん、やっぱり逆光が正義。あ、奥の橋の下、池に人が映り込んでますね。そうしたら紅葉を楽しむ人で賑わってる感じに撮ってみようと思います。
以前こちらの動画で紹介しましたけど、昭和記念公園はこの時期夜にライトアップもやってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あそこにちょこんと落ち葉が光を浴びてます。いい着地しましたね。低い位置から撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右上にモミジを入れて撮ってみました。儚いですけど散ってもなお美しいですね。低い位置から望遠側の F 値開放で撮ったことで被写体の前後をかなりぼかせました。特にごちゃごちゃしている場面では前後をぼかすことで主題を分かりやすくすることができるのでおすすめです。紅葉は散った後にも魅力を発揮するので、見頃を過ぎても諦めないでくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。ここには雪吊りがありますね。雪で木が倒れないようにしてる雪吊りですけど、クリスマスツリーみたいで可愛いんだよな。奥に紅葉を入れて撮ってみます。木の船だ。池に映る紅葉綺麗ですね。塗装もされてない木の船ってあんまり見なくないですか。広角レンズでぐっと近づいて撮ってみます。押すなよ押すなよ。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の左下に船着き場、シンメトリー構図で紅葉を入れて撮ってみました。紅葉をめがけて出航していきそうですね。手前から奥までなるべくピントを合わせたかったので F 値は13にしました。広角レンズで船に近づいて撮ったことで遠近感を出したのと、紅葉を池にリフレクションさせたことで遠いながらもボリューム感を出したんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。ん？秋なのに風鈴？でも色合いが秋っぽいですね。奥に紅葉が見えるので望遠レンズで一緒に撮ってみます。おー、すごっ。風鈴についている短冊はもみじの形に切り抜かれてますね。ちょっと揺れてますけど短冊を撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、もみじの形に切り抜かれた風鈴の短冊を撮ってみました。風に揺れててピントが甘いですけど可愛らしい短冊ですね。紅葉そのものだけじゃなくて紅葉のモチーフを撮るのも面白いので試してみてくださいね。紅葉の人気なスポットだと自由に動きづらかったりするので、人の多い時間帯を避けてお散歩するのがおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回は昭和記念公園で紅葉を撮っていったんですけど、見頃前にもかかわらず人でにぎわってて、園内は見頃を迎える準備が整ってました。見頃前のグラデーションもいいですし、見頃はもちろん最高ですし、見頃過ぎの落ち葉も素敵なので、この11月から12月にかけての紅葉シーズンをカメラと共に楽しんでいただければと思います。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。